釘宮岩は、日本の政治家。大分県大分市長、衆議院議員、参議院議員、総務省顧問、九州市長会会長、参議院内務委員長、大分県議会議員などを歴任した。大分県大分市出身。大分県立大分舞鶴高等学校、明治学院大学社会学部社会福祉学科卒業。大学卒業後は、 東京都社会福祉協議会に勤務する。1987年、大分県議会議員選挙に立候補し、初当選。1991年の県議選で再選されたが、翌1992年に県議を辞職。第16回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で大分県選挙区から立候補し、初当選した。1993年、 自民党を離党して、新政党の決闘に参加。1994年には、新政党の回答に伴い、新進党に合流した。1996年、党首、小沢一郎の党運営に反発した元首相の羽田勤に従い、新進党を離党して、太陽党の決闘に参加。太陽党は、フロムファイブ国民の声を急行し、羽田を党首に、 民政党を決闘したが、間もなく民主党に合流。1998年7月の第18回参議院議員通常選挙には民主党公認で大分県選挙区から立候補するが落選。2000年第42回衆議院議員総選挙に大分1区から民主党公認で立候補し、2年ぶりに国政に復帰した。2003年に大分市長選挙に立候補し、 初当選。2007年の市長選挙でも再選された。2009年には、九州市長会会長に就任したほか、鳩山幸夫内閣の総務大臣、原口和弘により、総務省顧問に任命された。2011年の市長選挙で参戦。2015年4月12日に投開票が予定されている大分県知事選挙への立候補を表明し、同年3月2日、 大分市長を辞職し、立候補するが落選。2019年4月26日に、恒例を理由に同月末で政界から引退すると発表した。2019年5月21日発令の春の叙勲で、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。